続いては人生相談のコーナーです、えー、このコーナーではリスナーの方からいただいた質問にケンさんに立体話法でお答えしていただくんですが、えー、ご紹介しますねはい、えー、神奈川県の有志さんケンさんこんにちははいこんにちは、えー、才能と聞くと人を導いたり人を励ましたりポジティブなイメージがあります え、僕は読書をしたり、一人で過ごす時間が好きで、人が多い場所に行ったりするのが苦手です。こんな僕にも才能はあるのでしょうか？とはい、うん、これよく聞かれる質問なんですけど、はい、才能にはポジティブなものとネガティブなものがあるんですよね。で、えー、あの外向きのものと内向きのものがあって、はい、そのそれ,それぞれ全部才能なんです。 はい、で例えば人前で歌を歌うとかスポーツ選手になるとかっていうのは誰もがあの分かる才能だと思うんですけど、まあ、一人でじっくり考える、えー、そういったものも才能なんです。 ただなんかそれをどういうふうに最終的には人と分かち合わないと才能っていうのは、うんえー、金銭的な価値が出なかったりとかあと社会的な評価っていうのはなくなるので、まあ、ただ一人だけでやってるとそれは趣味 <laughs> 読書趣味ってことですよね <laughs> はい、はい、でもこれをもう少し突き詰めていって例えば、えー、本を読む、えー、例えばソムリエみたいな感じの職業ってのありますし <laughs> はい、はい、だからどこまでその趣味から、えー、突破して。 プロになっってていいくのかってことだとだ思います、うん、けれども一人で考えたりとか一人で物を作ったりとか、うん、まあそういう人たちもえ同じように才能があるのでえそういう,こう自分はポジティブな感じじゃないからといって才能がないわけでは決してないので。うんうん 安心してください、はい、あのこの有志さんの場合はねでも人が多い場所に行ったりするのが苦手っていう風におっしゃってるんですけれど、はい、そういう場合はどういうアプローチ方法というか例えばですからこういう人っていうのは、えー、えこう内向きの才能があるんですよね、えー、例えばアート作品を1人でもんもんと作るっていう風な才能がある人は別に人前に出る必要はないですよね。うん、あれ作家なんんかかももそうかもしれません あはいはい、そして、えー、作曲家なんかもそうかもしれませんし、はい、こう一人でじっくり何かと向き合う才能がある人っていうのは、うん、あんまり例えば村上春樹さんなんか、まあ、作家の代表的な、えー、方だと思いますけど、うんえー、この間17年ぶりかなんかに講演会をやってましたよね。そうななんんでですすか、はい、私はは人前には出ないという人もあるわけですよねす、はいはい。だからそれはその人が持っている才能の形がいろいろあっていいと思います。そうなんですね なんか本当にあのポジティブな方ばっかりが才能にリンクしやすいような印象がありますよね、はい、でもそうではないということなんですねそうですあの7月に出た本に書いてますけれども、はい、才能っていうのはネガティブな感情からの方が探し出すやすいんですねそうなんですか、はい、なんかねポジティブがいいポジティブから広がっていくっていうような話が多い気がしますけど、はいはい、そんなことは決してありませんのでそうなんですねはい、はい、ゆうちさん質問ありがとうございましたはいありがとうございました